前から試合は何試合か見てましたし、実際やってみてその生で見た方が非常に優れたゴールキーパーってことが、ね、練習から分かりましたし、シュートストップの部分はサポーターの皆さんもすぐ分かると思うんですけど、素晴らしさがそれだけじゃなくて、飛び出すタイミングだったり、やっている選手じゃないとなかなか分からないようなところでも、細かいところでもすごいレベルの高いプレーを見せてくれているので、後ろに彼がいることですごく心強いです。日本語でも指示したりとか、まあ、分かりやすく教えてくれるんですか？日本語、ね、すごい下手くそだった。ジャパニーズ汚い言葉しかし分かんないからそれ教えてるんでしょ。いや僕が来た時はもう汚い言葉連発してる。悪い先生。 This is not my fault. Sean teach me, so. あのこの汚い言葉を覚えたの自分のせいじゃないんです。実は森下俊選手がそれをあの信じてあの覚えちゃうもんですから。本当ですよね。いろんな、ね、日本語を教えてあげてくださいね。ありがとうございます。さあそれでは最後にこれからというところ、真夏のこの試合連戦に向けてメッセージを皆さんにいただけたらと思います。じゃあ大井選手お願いします。暑い中でもサッカーをやるスポーツの皆さん知っての通りで、選手はすごく90分やるのきついです、暑い中。ただサポーターの皆さんの声援、国戦も言いましたけど、皆さんの声は、本当に大きな力になります。皆さんのこの声、なんていうんですか、コールっていうんですか、ちゃんとっていうんですか、そういう声っていうのは、届いてるかなとか心配になることもあるかもしれませんが、サポーターは本当、いつ選手はサポーターの皆さんに常に感謝の気持ちとね、そういうのを言葉で示すのが得意な選手ばかりではないし、常に熱いプレーで、ピッチでのそのプレーでみんなお返ししようと思って、そこに結果をつけて皆さんと喜び合えることが僕たちの幸せでもありますし、サポーターの皆さんの幸せでもあると思うので、そういうゲームをたくさんして一人でも多くのサポーターの皆さんに届けたいと思っていますので、これからも熱い応援をよろしくお願いします。先生が踊ってますからね、ぜひこれからもお願いいたします。さあそしてやはり、ね、皆さん多く集まってということもありました。山下もね、1万人以上来場しています。さあこれから向けて桜内選手どうでしょう、皆さんにメッセージお願いいたします。健太郎さんも言いましたけど、本当に疲れてる時間だとか苦しい時間の時に本当に皆さんの応援が僕たちを助けてくれるので、本当に熱い応援のおかげであと一歩、あと1メートルという球際の部分で戦えているので、それが僕たちの力になるので、本当にこれからも、僕たちも一戦一戦大事にして一つでも多く勝ちを重ねるので、これからも応援よろしくお願いします。そしてこれからファーストステージ終盤ということもあります。まずは東京戦も控えております。6月11日期待しています。太田選手、なかなか自分の誕生日の日に試合できるっていうこともないと思うので、ね、6月11日は僕の誕生日なので今までバースデーゴールって決めたことはあるんですか？ないですね。これで多分人生で2回目です。 J リーグで誕生日の日に試合があるってことが、ベガルタ時代に1回経験してるんですけど、 その時はちょっと取れなかったんで電話、まあ、今回はしっかり自分のゴールでやっぱり勝てれば非常に嬉しいですし、なんとか勝利を皆さんに届けられるように全力で走ります。相手東京です。やはりそこを走り抜ける、駆け抜けるイメージできてますか？そうですね、まあ、特にサイドにいれば、まあ、みんな言ってるように皆さんの声援っていうのが非常に聞こえるんでね、調子悪い時も結構行けよって言ってくれる声も聞こえてるんでやばい俺行けてないんだなって思う時もありますし、そこはちょっとしっかりそうやって言われないように全力で走ってずっと声援を受けられるように頑張っていきたいなと思います。はい、楽しみにしています。バースデーゴール期待していますのでお願いいたします。今日はね、ほほえんでらっしゃるジェイ選手、どうでしょう、これからに向けてサポーターの皆さんに熱い思いお願いします。 I mean, this is football, of course. We play in summertime and the weather in Japan is very hot, but I think in this moment, we need to keep the ball better and make other teamsrun around more than us, because you know, when you get tired you make mistakes, so we need to keep the ball and let them make the mistakes so we can score goals and win games.
夏に試合をするっていうのはやはり暑くて大変なことは事実です。でもじゃあそこはどうすればいいかっていうと、自分たちがボールポゼッションを増やして、自分たちがボールをキープすればいいわけ でボールをキープすることによって、相手が走らなければいけない、相手を消耗させられる。でその中で我々が決定、するべきところをきちっと決めて、ゴールを決めて、勝ちに結びつけたいと、そう考えています。川崎戦ももちろんね、先節の名古屋戦もそうですが、本当走ってボールを追いかけていた印象もありました。ぜひまたそういったプレー、またゴールというところで期待しています。 Of course, like I said before, I love to score goals. But I think what Yoshi said is correct. You know, we have been defending well, and we do need to score more goals as a team. We do need to create more chances as a team. And this is what we work on in training every day. So hopefully we can improve on this together.皆さんね、自分にゴールを期待している、それは非常にありがたいんですけれども、太田選手も言った通り、我々はもっともっとこう自分たちの中でディフェンス面を強化して、失点を減らさなければいけない。それからもっともっとチャンスが作れると思うんですよね。チャンスを作ってチームとして得点を重ねて、勝ちに結びつけたいと、そう思っています。ぜひ勝利に導いてください。お願いいたします。さあ、そして今も守備の課題などもありました。カミンスキー選手、これからどんなサッカーを見せていきたいですか？ I think our defense is good, and we just keep doing this in every game. We have an experienced leader in defense, like Kentaro. He is our leader, and he is confident all the time.I hope that in next games we will just doing the same, and we will keep clean sheets. This is the most important. ディフェンス面のこと言われてますけども、我々ディフェンス面も決して悪くない、いいと思います。で、特に我々には素晴らしいリーダー大井健太郎選手がいますので、それを中心に我々は大井選手はいつでもこう自信を持ってやっているので、そこに乗っかって我々もみんなで力を合わせて、もうとにかくやっぱりもう次の試合はクリーンシート無失点でと、そういうふうに思ってますですって。大井選手頑張りますありがとうございます。